レスリング女子53キロ級のパリ五輪代表で金メダル有力候補の藤波明、理、20イコール日体大、がけがからの回復具合を説明した。26日、明治杯全日本選抜選手権が行われている東京体育館で取材に対応。3月に左ひじを脱臼して人体、帯、体、帯、断裂の手術を行ったことを振り返り。 瞬間っていうのは、肘の痛みも心の痛みも過去最大だったとし、自分でも驚くぐらいすぐ前を向けて、たくさんの人のおかげで前を向くことができて、毎日毎日本当に充実した日々を送れていますと明るい声を響かせた。スパーリングは約2週間前に再開しており、100%できていますと説明。怪我を負ったことから食事面の見直しもいったという。揚げ物や 生クリームいっぱいのケーキとかも本当は好きなんですけどそういったものはこの世にないものを思ってますと笑顔で明かしたリハビリ中だった期間にパリ五輪の決勝日までのカウントダウンを始めたという冷蔵庫に貼った日めくりカレンダーをめくるのが朝の日課となり士気を高めていっているパリが終わったら全部食べますカウントダウンがゼロになった後金メダルを手にしてご褒美の時間とする